では、これから医学部を卒業してくる女子医学生に一言アドバイスをお願いします。仕事ができる女性はすごいかっこいいんですけど、仕事も恋も、さらに母も、妻もできる女性はもっとかっこいいと思いませんかで、えー、両者を実現させるためには、やはり良いパートナーを見つけることから始まると思います。 私がこうして消化器外科を継続できるのも主人のおかげだというふうに思っていますパートナーを選ぶのが重要ということでよろしいですかそれはもう絶対的にそうだと思いますまたあの先生が仕事を継続する過程で目標にされてあのされたようなあのロールモデルになられたような先生はおられますか残念ながら 市中病院で消化器外科を継続して働かれてる方っていうのは身近でいなかったのでロールモデルは不在でした先生はこれからどのような先輩になっていこうと思われますかまあ私はあの卒後5年目で結婚して6年目で出産して極めてその平均的な年数で 結婚出産してっていう経過を辿っているというふうに考えますので、この極めて普通の経過を辿った医師が、まあ、継続できれば、他の後に続く先生方も頑張って続けられるんじゃないかなというふうに思っていただけると思うので、そういう意味でも自分は消化器外科を生涯続けていかなければならないというふうに思っています。